私はダチョウに出会って人生が180度変わったダチョウ飼育員。こんな卵がありました。極小卵、鶏卵と比べてみよう。鶏卵と比べてもこの小ささ、あまり大差ありません。さて重さを測ろう。小さくて台に乗っかるかな。すっぽり。気になる重さは187g、224g がこれまでの記録だったので最小記録更新。珍しすぎる卵を見つけました。こんなの初めてです。それがこれ、超極小卵。ちっさ、たったの 54g。 プニプニした感触です。通常の卵と比べてみよう。もはや別の生物の卵。何があってこうなったのやら。卵なのかも怪しい。またあんな遠くに卵を発見。虫網で頑張って取れるかな。ほ、届かない気がする。久々に登場、超ロングボウ。長すぎて扱いが難しい。長いし重いし、もう大変。しょ、こらしょ。近づいてきたので兵器を変えよう。小型の棒を使うよ。はい、まん丸卵が取れました。今日も卵取り完了。